へいよー、ケンツメッシーです。今日もね、今日やっていくんです。今日はですね、味を占めて七倍焼き草チャレンジの20勝チャレンジバージョンが来たんですよ。これって20勝チャレンジなんですけども、ここのね、チャレンジデータ最大勝利数ってとこがあって、ここがね、12勝がまあグランチャレとかクラシックチャレンジでマックスなんですけど、昔20勝チャレンジってものが来て、まあ、例えばですけど、まあ、この人とか見ると、こういう20勝チャレンジのバッジとかつくんですけど、まあ、それでこの最大勝利数が20勝とかなるんですよね。おそらくここもついてるかな。ついてますね。2019年。この人も2019年。バッジがつくのは多分2019年からかな。まあ、20勝チャレンジっていうのがあるんですけど、まあ、この最大勝利数っていうのも、一つ、プロフィール、自分のステータスの一部なので、これがね、更新できたら面白いなと思って、ちょっとそれを、試しつつ、改めてやっていこうと思います。はい。で、デッキなんだけど、結局何が強いか分かんないですね。で、報酬がまあまあうまいんで、この、ゴールド、そんなにうまくなかったな。まあ、プロフィールで、更新できれば、まあ、やる価値がありって感じですね。で、まあ、ロケットミラーデッキが強いんですけど、ロケットレフェラー上げとかないとやばいな。ロケットミラー、でフリーズも強いって聞きましたね。ガゴムレとかで攻めてくる人多いらしくて。こうやってさ、レベルってさ、どうなんだろう。上げないとやばいんかな。フリーズあと1枚足んないんで、ショップない。これでフリーズ出します、俺。なんか変なの来た。オッケー。美味しい。もらえるものはもらっておこう。ネクロマンサー。フリーズはもらえなそうですかね。ワンチャン？ちょっともらっとく？ごめんなさい。フリーズだけ回収します。フリーズだけ回収しとかないと、もしレベル足んなかったら、これフリーズレベルあったら勝てましたっていう言い訳になっちゃうんで、ちょっと渋いっすね。で、フリーズありかどうか迷うんだよな。なしで行ってみるか。これ開けて出てこなかったらもうなしで突撃します。あー、来た。よし。じゃあフリーズレベル上げて、スケラとディガーがね、俺は好きなんですよね。なんでかっていうと、初手に揃えば、かなりダメージあるんで、バレルも一応やっといて、ロケット、ライトニング。ライトニングとポイズンかな。話によると、意外とガゴム霊儀のデッキでご利用されますっていう話も聞いたので、ちょっと頑張ってやっていきましょう。さあ、お願いします。さあ、日本人が来た。もうミラーロケットライトニング飛ばしてあげて、よいしょ。相手はタワーにゲージ打ってくる作戦ですね。まあ、グッドゲームかな。 OK。 まあ、こういう呪文削りしてくる相手には絶対スケラが強いはずなので、そこでね、頑張っていきましょう。防衛ポイズン打ってくれたら美味しいし、これで13勝越してプロフィールが更新されたら設備一緒ですね。よいしょ。うわ、相手もだ。やばい。これやばくない？大丈夫かな。ちょ、フリーズかけといて、ロケット打っといて、大丈夫かな。あぶね。相手スケラーで削ってきましたね。スケラーで削ってきたら棒ポイ残さんといけんな。相手の戦術確認しとこうか。怖いな。なるほど。こういうデッキもいますね。あぶね。フリーズ査定は大事だな。よいしょ。守ってくれたら美味しい。よいしょ。いけるよね。キワイかな。まあ、最悪フリーズで OK なんで。OK、危ねえ。よし。いや、これ怖いね。だんだんね、さ、前に動画にした時は、相手もね、なすすべなく、普通に攻めてきたのにいけたんですけど、ちょっとね、やっぱみんな慣れてますわ。このチャレンジある人だけあって。これ、スケラと、バレルと、
ここまで行ってあげて、こんなバルーンは無視、無視してあげて。来ましたね、これ。これフリーズとかないとやばくて、やばいかな。さてはやばいよねこれ。いやー負けたか。相手の戦術これ強いっぽいよな。いやーどうしよっかな。フリーズ打ったところで止まんなかったな。フリーズミラーのサイクル作った方がいいか。あ、ガゴムリいなかった。あ、待って違う、こっちか。ガゴムリちょっとだるいな。最初防衛ポイズン入られたから、次負けたらね、さっきの相手のデッキパクります。もしかしたらガゴムレの方がいいよって方がいるかもしんない。これ勝ち、もうこれは勝ちです。で今回そのコンティニューできないみたいな感じなんですよね。要するになんかあれなんですよ。ここねしっかりとベビドラとか射抜いてあげて、ベビドラとか射抜いてあげつつ、ポイズンとか打っといて、バレルも飛ばしてあげて、ロケットと、クララパス持ってたら何回でも挑戦できる。そのお金が、無料になるだけであって、コンティニューはできないみたいな仕様なんですよ。ってことは、20勝プロフィールつくんじゃね説はありますよね。勝利数だけでも、だってね、嘘はついてないじゃないですか、20勝なんで。ってなれば、20勝したいなって方がいたら、まあ、チャンスですね。はい、こういう格下は、しっかり勝っていく。これな、最後の20勝とか来たらまあまあやばそうっすよね。普通に相手レベル高そうな話しときます。まあここら辺は美味しく刈り取ってってあげて、よいしょ、バレルも飛ばしてあげて、ライトニングも飛ばしてあげて、ティーガーも飛ばしてあげて。確かにこれガゴムリ来た時は考えんといけんな。理想は1回フリーズって2回目フリーズ回してみたいな。フリーズ2発でさ、ガゴムレって飛ばないっけ。飛ばなかったら矢の雨とか採用、実際はありですね。フリーズのダメージが、95なんで、95ってことは、ちょうど飛ぶか、ちょうど2倍ですね。95、2倍、190なんで、ちょうど飛びますね。ガゴムレ強いって聞くよ、本当に。エリゴレガゴムレが強いって聞きましたね。やばい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 。やばい、サイクルがやばい。サイクルやばい。サイクルやばい。サイクルやばいけど。サイクルがやばいんだけど。削ってって、削ってって。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 俺の方が早くね。やってしまったかったな。勝てそうだったな。一旦これパクっとく。これでも呪文に変わってる。ダメだったんかな、やっぱ。いやー今のちょっと弱かったな。サイクルが初手大事だな。はい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 、はい、待てよ。これは無視でよくて、バレル無視しつつ、まあ、こっちのバレル分のダメージが入ってるんでいいと思います。はい、さっきね、多分ね、ライトニングフィニッシュが大事でしたね。今もこれちょっと危ないじゃないですか。ライトニングをしっかり打って速攻性出していくって大事ですね。ちょっと外バイクブンブン、今日暑いんでね、窓開けてるんですよ。申し訳なす。ちょっとこれ負けたら嫌だな。意外と難しいな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。エギゴレからは別にエギ草回収できない気がするんだけど、一応攻めといてあげて。一応攻めといてあげて。よいしょ。一応こんな感じでフリーズ打ちつつの、ポイズン打っていただけて、ライトニングでフィニッシュか。ああ、こんな感じでフリーズ使うのが多分一番強いですね。うん。
で、このサイクロ作れば多分こういうぶっぱ系にも勝てるかなって感じですね。だから端前で来られるとね、若干怖いっすよね。スケラを混ぜないと多分勝てなくなっちゃうんで。さあ多分日本人なんで、よいしょ、関係なかった関係なかった、よいしょ、いけ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 、スケラでタゲ取っといて、まあ、これはもうね時間があれなんで呪文で削ってきます。よいしょ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 、スパーキーにしっかり当たんないようにしてあげて、ポイズン打ってあげて、グッドゲームかな。まあこういう相手に勝ってってかな。20勝いけっかな、これなんだかんだ難しいんじゃないかな。最強のデッキがね、わからん。矢の目とか入れて対策したいかもあるね、ガゴムレ。あとバルーン適度に守った方がいいのかなって感じはしますよね、正直。はい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 、ミラーのサイクル作ってあげて、よいしょ、サイクル作ってあげつつ、ポイズンだけ置いとくか、ここでロケット打ちつつ、無理か、無理だな、くそ、これ、あー削り切った方が良かったかな。難しい、プロフィール変わるんかな。で終わって、あ、無料エントリー2回、ちょっとリベンジトゥーザマッチしていい、ガゴムレが強いんだよな。いやー、これちょっと一回俺が敗れた人の戦術を使ってみたいですね。でもね、これみんな呪文変えてんだよな。今のロイホグの人も結構強かったんで、これの、まあ、相手が守ってこない読み。でもさ、これユニットされたらさ、ぶっちゃけきつくないですか。呪文削りに対しては強いんじゃん、それはわかるよ。呪文削りじゃなかった相手に当たったらやばいんで、ちょっと呪文削りで泣きのもう一回やります。どうしようかな、防衛もした方がいいんだろうけど、フリーズをうまく、フリーズを絶対使っていきたいっすよね、あのあいつに。難しいな、フリーズも使いつつ攻めていきたい。スケラが初手に来なかった時が若干渋いわけよ。クエイクも入れてくか、クエイク強いですね、削りに。ファイブロケット、ロケット、ロケット、ロケットは入ってるかな、ロケット入ってて、ポン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 、バレルか、まあ、バレルもね火力かなり出るんで、まあ、これでこれでいきましょう。完成しました、新剣詰めしてきです。はい、さてさてさて、いきましょう。クエイク打ちつつ、ロケットはまだあれがサイクルが悪いんで、あ、てかミラー入れ忘れた、やばい、ごめんみんな、ごめんみんな、ミラー入れ忘れた、まあ、なんとかダメージ入ってるからいいんだけど、ミラー入れ忘れましたね。なんか足んねえなと思ったけど、意外とミラーなくてもいい説、ミラーあった方がいいよな。時間3つだな。ミラーはあった方が良くて、フリーズいらんか。クエイク削り能力高いけど、スケラかバレル捨てるか。一回これでいきますわ、これでいきます。はい、さて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 、よいしょよいしょ、クエイク打ちつつ、スキラ打ちつつ、相手なんか何もしてこない何もしてこない何もしてこない、おいしい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 が、しかし、よいしょよいしょよいしょ、これでだいたい30秒ぐらいか、30秒ぐらいね、30秒か、30秒耐えられれば勝ちなんですね。いけっかな、やっぱ呪文削りデッキってバレた瞬間がやばいんで、これはいい初手、いい初手、はいはい、湧いてこい湧いてこい、
相手もいろいろやってくるが、しかし、多分こっちの方が戦術的に格上。これが記録20秒ぐらいか。あ、忘れてた。20秒ぐらいですね。削り勝てるか。ルイホグとか来ても全部無視して、フグ火力を出していけばいけるか。さあ、これで13勝まで行きたい。さっきね、結構負けちゃったんでね。よいしょ。スキルかけといて。絶対ってね、見てないと思うんですよ、これ。見てたわ。まあまあ見てたわ。よいしょ。これがね、まあまあ当たり。で、いやー、なるほどね。正解がわからんな。誰か持ってる？ちょ、コメント欄でさ、このデッキ最強ですみたいなのあったら教えて。本当に。切実に知りたいですね。ギガ飛ばしてあげて、ライトニングしつつ、消していきつつ、これが来るんだよね。これがね、すっげえ厄介なの。こういうことされたら、もうぶっちゃけ勝てなさそうだけど、どうです？どうでしょうか？どうでしょうか？オッケー。いけんじゃね？フリーズ混ぜれば。まあまあ焦ったけどな。ガコムレも2周目のフリーズでなんとかなるんで、フリーズことだけ考えていけばいける。ただね、ちょっと難易度上がったね。出すだけで言わなくなりました。ミラー、あとね、ライトニングが強い。ライトニングが強いですね。マジで強い。ライトニングめちゃめちゃ強い。ライトニングクソ強いんで。あともうこれでおしまいですね。ライトニングと、記録24秒ですね。まあまあまあ、いい記録。まあこれが結局勝率高いかな。で、呪文削りミラーはもうスケラ打つしかないですね。スケラ打って、相手に打たれたら防衛ポイズン。これいい。で、ミラーが来るまで待って、来たんでロケット。ロケットパート返します。で、ポイズンとかクエイクで、ガンガン削っといてあげて、ディガー飛ばしつつ、ライトニング。ディガー飛ばさなくていいかも。よいしょ。で、フリーズ打っといて、クエイク打ちつつ、ロケット打って、ロケット打って、ライトニングで勝ちですね。よいしょ。クエイク？はい、グッドゲームと。最強。多分最強。ガゴ濡れ。ガゴ濡れが来たらちょっとめんどくさいが。ポイズン打つのはね、ちょっとね、後の方がいいですね。オッケー。ここに来て、極まった。クエイク最強。よいしょ、ディガー飛ばして、一応ポイズンここにかけといて、なんとなくね。なんとなくだよ。すっげえなんとなく。多分ね、絶対がなかった。相手に守らせたい。よいしょ。よいしょ。頑張れ。信じていいか。あぶねえ。クローン怖えな。でもトルネイがいけない。俺の変な棒ポイが邪魔だった。怖いっすね。こういうとこ越えていかないといけないな。クローンも確かに強いな。ロケット打ってあげて、ライトニング打ってあげて、ここで防衛ポイズンですね。これマジ大事。まあ多分これがね、めちゃめちゃ大事だと思う。で、こっからロケットクエイクのサイクル作ってあげれば、相手は1回分スケラが無駄になってる。よいしょ。なんかやばいか。あ、なんかやばいんですね。負けちゃったね。何がダメだったんだろう。ディガーバレルか。ディガーバレルされてると負けますね。やられた。ミラーの立ち回りは、ディガーバレルをして、ディガーバレル、キング起動しても有効なんだな。よいしょ。
多分呪文だけだと限界があるんですよね。なんでこういう風にしてあげつつ、やばいやばいやばい、あー負けた。結局こういうデッキの方が強いかな。やってみるか、やってみよう、やってみよう、やってみよう、ものは試しよう。でガゴムリも入れます。ガゴムリも入れて、レイジはどうなんだろうね。ガゴムリ入れつつ、マジアチャとか絶対いらん気すんだよな。もう火力だけを追求したユニット詰め込んでいけば多分なんとかなりそう。ヒーラーも強いって聞いたな。レイジでも入れとく、レイジでも入れとく。呪文削りしてくる人でも少ないよな、さっきから見ると。それが怖いんですよね俺。呪文削りされると怖いんで、ちょっとやってみますね一回。初めての、あーやっぱこういう風になるんだね。こういう風になる、よいしょ。あーでもこっちの方が早いか。待て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 、あぶな。いやでも怖いな、意外と守られますね。どうしようかな。まあでもこれで13勝まで行きたらいいな。難しいよ。意外といるんだよな、意外といるんだよな、小池、小池意外といるんですよね。こうなるとやばいか、こうなるとやばいな、こうなるとやばいっすね、こうなるとやばいね、こうなると俺やべえ。初めてやったこんな正面勝負、こうなるとやばいか、こうなるとやばいですね。いや難しいよ、難しいよこれ。20勝チャレンジより難しいんちゃん、無理っすねこれ。こういうデッキだと呪文削りが一番やっぱ安牌ちゃうかな。なるほどね、普通に正面のぶつかり合いするとそれっぽい試合にはなるけど、もうマジで意味が分からなくなるといった感じですね。これ3敗っていうのが結構難しいんで、GG ですね。いやー鬼畜だな、20勝チャレンジめっちゃ鬼畜だわこれ。呪文削り最強だと思ったけど違うな。しっかりやった方がいいんかな。ということで9勝で終わりました。結局ねー、わかんないんですよね、プロフィール更新されるかどうかが。ちょっと調べますわ。結局、結局の話な。プロフィール強化チャンス。これいけるんかな ?20 勝、バッチは多分もらえないですね。プロフィール反映するやつ、多分違うね。まあそんな感じでグローバル大会もあるんで、ちょっと終わろうかなと思います。結局ね、最強戦術が分からん、鬼畜だったって話ですね。呪文削りが強そうだけどな、難しいな。この人のやついいかもね、スケラとこのバレルとかを連投しまくるっていう。ということでぜひねこのチャレンジやってみてください。難しいですね。ということでおつめし、バイバイ。だいぶグダグダした動画になっちゃったんですけど、まあ、たまにはこういうわちゃわちゃもいいのかなと思います。